ブライアン・ケリー・デイエットはアメリカ合衆国コネチカット州出身の元プロ野球選手。1988年から1991年まで日本ハムファイターズに所属した。1978年の MLB ドラフト16巡目でニューヨーク・ヤンキースに指名され契約。1983年にメジャー初昇格。1985年に2対4の 交換トレードでシカゴカブスに移籍し、1987年には97試合に出場、打率、277、5本塁打をマーク、1988年に日本ハムファイターズに入団。球団としては、異例の4年375万ドルの契約を結び、前年35本塁打のトニー・ブリューは、中日ドラゴンズから移籍の大島康則との、 クリーンナップに期待が集まったが、その構想は開幕前にあえなく崩壊。ブルーアは腰痛で1年を棒に振り、レイエットも開幕直前に右足の付け根部分を痛め、結局この年は35試合出場にとどまり期待を裏切った。しかしチームは途中入団のマイク・イースラーとこの年急成長を遂げた田中幸雄の活躍でかろうじて A クラスを死守。 翌1989年はそのイースラーが怪我でリタイアしたこともあって84試合と出番は急増したが打率27814本塁打と平凡な成績4月25日の西武ライオンズ戦では渡辺久信からさよなら本塁打を放っている1990年からはマットウィンタースの加入で再び第3のスケットとなり 1991年までの2年間で、わずか26試合の出場にとどまり、4年間の契約期間を全うして帰国した。帰国後は狩猟用品店を営んだ後、1998年からマイナーリーグ数球団で監督、コーチを務めた。ありがとうございます。